JVCQ、 皆さんこんにちは。こちらは JVCK ウッドのバーチャル部所属、無線大好き VTuber の蓮見理央です。本日はハムフェア2024の K ウッドブースへお集まりいただきありがとうございます。ただいまより1月に発売となった K ウッド144-430MHz デュアルバンダー THD75 の機能紹介を行います。12分ほどになりますが、お時間の許す限りお聞きくださいますようよろしくお願いいたします。 THD75 は先進のハイエンドハンディトランシーバーとしてご好評をいただいた THD74 の搭載機能に、さらに D スターの2波同時受信やリフレクターターミナルモードなどの新機能を追加し、多種多様な運用を望むアマチュア無線化の皆さんに応えるために開発されたハンディ機です。昨年のハムフェアでも参考出品し、製品の概要をお話しいたしました。今年は特にご紹介したい機能を深掘りし、 THD75 の魅力をさらに知っていただきたいと思います。それでは早速 THD75 の機能説明に移らせていただきます。まずはじめにご紹介するのは、 GPS を利用した位置情報やローカル情報の共有、メッセージ交換など様々な機能を利用した通信が可能な APRS の機能です。自局から見た相手局の方角と相手局の進行方向が一目でわかる自局・相手局相対表示コンパスなど、 THD75 では APRS をより楽しめる機能をたくさん搭載しています。本日はその中からデジピーター機能について詳しくご説明します。デジピーターはデジタルレピーターの略で、 APRS ビーコンやメッセージなどのデジタルパケットデータを中継します。 THD72 や TMD710 シリーズで好評だった機能で、 THD75 にも再搭載しました。パケットデータを受信すると、そのパケットデータが本体のメモリに一旦格納され、受信が終了すると同じ周波数で再送信されます。単独で運用するよりも遠方の局と通信することが可能です。 iGate についてもご紹介します。インターネットゲートウェイの略 iGate は APRS デジピーターの非常に便利な機能です。 iGate を経由することで、インターネットで接続された遠方のデジピーターとの接続も可能です。次に D スターのご紹介です。 D スターはクリアな音声で多様な通信が楽しめる、JAL が推進するデジタル通信方式です。シンプレックス通信、シングルレピーター経由の通信、レピーター間のゲートウェイ通信など、多彩な運用によりローカルから海外までの更新も可能です。 THD75 では D スターの2波同時受信が可能となり、 DV モード、DR モード、リフレクターターミナルモードからお好みの2つを選ぶことができます。D スターでインターネット回線を経由した通信を始める際は、事前に自局コールサインを JAL の D スター管理サーバーに登録してください。 D スター管理サーバーに登録されたら、 THD75 のメニューナンバー610で自局コールサインを設定します。これで D スター運用の準備完了です。レピーターを使わずに無線機同士で直接更新するシンプレックス通信は DV モードで行います。またレピーター経由での更新は DR モードで行います。レピーターはあらかじめプリセットされたレピーターリスト、または編集したレピーターリストから選択することができます。 DV モードと DR モードはデジタルファンクションメニューで切り替えることができます。また THD75 ではレピーターリストに加え、ホットスポットリストを導入しています。このホットスポット専用のメモリーチャネルリストはレピーターリストとは別にあり、最大30個のホットスポットを登録できます。さらにホットスポットリストはレピーターリストと同様にフルリセット後もクリアされません。非常にご好評いただいている機能です。ぜひ活用してくださいね。次は THD75 の新機能、リフレクターターミナルモードについてお話しします。リフレクターターミナルモードは、インターネット上にあるリフレクターサーバーを使った通信を
ホットスポットの準備をすることなく手軽に楽しむことができる機能です。リフレクター運用を楽しむためにいくつか設定が必要となるので、今回はその方法をご紹介いたします。ここでは Android アプリケーションの BlueDV コネクトを使用した設定をご説明します。アプリは Google Play からダウンロードすることができます。他にも PC 用アプリケーションを使った接続方法がありますので、そちらについては THD75 解説集もしくはウェブページ THD75FAQ をご覧ください。まずメニューナンバー985で DV ゲートウェイについての設定を Bluetooth にします。この設定にすることで BlueDV コネクトアプリケーションを Bluetooth 接続で使用します。次にメニューナンバー930で本体設定の Bluetooth をオンにします。またメニューナンバー936で Bluetooth の自動接続はオフにしてください。周波数表示に戻るとグレーアウトで Bluetooth マークが表示されています。メニューナンバー650で DV ゲートウェイモードをリフレクターターミナルモードに設定します。その後メニューナンバー651で時局コールサインを入力してください。周波数表示に戻ると A バンド側がリフレクターターミナルモードとなってタームアイコンが表示されます。これでリフレクターターミナルモードになりました。次に THD75 と Android 端末のペアリングを行います。まず Android の Bluetooth がオンになっているか確認してください。画面上で新しいデバイスとペア設定すると表示されている場合はそちらもタップします。 THD75 のメニューナンバー934ペアリング待ち受けでペアリングを開始します。 Android の画面で使用可能なデバイスに THD75 が表示されたらそこをタップします。どちらにもパスキーが表示されるので、先に THD75 で OK を押してから Android の画面でペア設定するをタップします。これでペアリングが完了しました。次に BlueDV コネクトの設定を行います。画面左のスパナのマークをタップしてコールサインを設定します。その際デバイス名が THD75 になっていることも確認してください。他にもコールサインの後ろにつく識別符号や背景斑点などの設定ができますが、お好みで設定してください。右上のオフ・オンボタンをタップしてオンになるとボタンの色が赤から緑に変わります。 THD75 に Bluetooth デバイスに接続完了と表示され、 Bluetooth アイコンが灰色から青色に変われば BlueDV コネクトの設定は完了です。いよいよリフレクターに接続します。 THD75 の上キーを長押しして相手先選択画面でリフレクターを選択し、さらにリンクトゥーリフレクターを選択して接続するリフレクターを設定後 OK を押します。設定画面を抜けると接続コマンドのところが先ほど設定したリフレクターになっているのが確認できます。そこでPTT を約1秒間押すとリフレクターへの接続コマンドが送出されます。アプリ側では接続中のリフレクターが表示され、アイコンが赤色から接続中を意味する緑色に変わります。 BlueDV コネクトからの接続通知を受信すると THD75 では画面のような表示になります。これでリフレクターとの接続が完了です。更新を行うには THD75 の上キーを長押しして相手先選択画面でリフレクターを選択し、さらにユーズリフレクターを選択します。設定画面を抜けると相手先に CQCQCQ が設定されています。この状態で THD75 の PTT を押すと、こちらからの音声がリフレクターに伝送されます。アプリ側の背景色がこちらのように変わり、現在の動作状態が確認できます。あとは
はいつものハンディトランシーバーのように気軽に更新を楽しんでください。以上がリフレクターターミナルモードを使ったリフレクター運用の基本的な設定でした。リフレクター運用をぜひ皆様のハムライフに取り入れて楽しんでいただけたら幸いです。ケンウッドブースでは国内外の曲同士の更新視聴が可能ですので、ぜひそちらにもお立ち寄りください。最後に IF 出力についてご紹介します。こちらも THD75 の新機能で、本体で SSB、CW、AM の受信音をモニターしながらUSB 端子から IF 出力を取り出すことができます。データ転送に対応している市販の USB Type-C ケーブルを使用します。例えばサードパーティーアプリ HDSDR を使えば THD75 本体で受信音を聞きながら PC 画面で近くの周波数の状態もこのように確認することができます。以上で説明は終わりになります。本日は THD75 の機能から一部抜粋してリフレクターターミナルモードを中心に特にご紹介させていただきたい機能についてお話ししました。他にも多数の便利な機能がありますので、解説集や取扱説明書をご活用ください。解説集はこの説明を最後までご覧いただいた方にお配りしているほか、ウェブからもアクセスすることができます。ケンウッドブースではTHD75 コーナーにて実動展示していますので、お時間の許す限り体感いただければと思います。そして現在開発中のモービルトランシーバーの外観サンプルを参考出品として世界に先駆け初公開しています。皆さんご期待ください。それではこの後もケンウッドブースでお楽しみください。ご案内はJVC ケンウッドのバーチャル部所属、無線大好き VTuber の蓮見リオでした。最後までご覧いただきありがとうございました。